どうも、渋谷役の加藤翔です。よろしくお願いします。むずいですね。台本を読んだ感想と言いますと、まあもうめちゃくちゃ面白い、まあ、コメディ、まあ、スプレーの音がシューって入ってからちょっといい感じの、まあこんな感じでここで何か行われてるんで別のことで何か行われたりいう、そしてプラス勘違いが勘違いのオンパレードでなんかもうだんだんストーリーが面白くなってて、最後にはあそういうことかってなる、すごい爽快なコメディでございます。ぜひ見てください。めっちゃおもろいです。そうですね、まあこの見ての通り指輪がまずすごいという言いますか、そのスカーフも衣装であったり、もうね本物の革ですよ。牛さん使ってますよ。やっぱ牛年にかけてやっぱ牛さん使ったかもしれないと思う。やっぱレザーってやっぱ羊とかもあると思うんですよ。やっぱ牛さんかけてきたってことは、しかも赤色闘牛士じゃないですか。もう渋谷ってそういうキャラクターなんですかね。まあそういうイメージが出てきたんで、結構このピアスもいかつくて、まあすごい楽しみにしてくださいね。この男がどんな男なのかというのは。舞台ハッピーハードラックのチケット一般発売を3月4日月曜日21時より開始いたします。皆さんぜひぜひぜひご来場ください。バン。以上加藤翔でした。お待ちしてます。ハッピーハードラック。